皆さんこんにちは、くみきことはねまくみこでーす。はい、今日はですね、久しぶりにメイク動画を紹介していきたいと思います。これからの季節、ちょっと夏に向かってめちゃくちゃ暑くなってきたので、いつも使っているアイテムなんですけど、ちょっとよれづらくするための使い方のポイントを紹介していけたらと思っています。あと最近ね、韓国ドラマにすごいハマっていて、愛の不時着のユンセリ役をしていた女優さんがもう可愛すぎて、そのメイクをちょっとね、ポイントとして真似てみていたりもするので、ぜひ楽しんでみていただけたらと思います。どうぞご覧ください。はい、ではまずスキンケアが終わった状態です。前にも紹介したんですけど、こちらエチュードハウスのグローオンベースハイドラ化粧下地を使っていきます。これぐらい出していただいて、顔全体に塗っていきます。なんか色がつくわけでもないですし、肌質をこう柔らかくしてくれて、ファンデーションとかの密着を良くしてくれる感じです。スキンケア後のちょっとした美容液感覚ですね。ちょっと密着させていきます。続いてはこちら、ラロッシュポゼの UV イレア XL プロテクショントーンアップローズですね。ピンク系の化粧下地です。これはね、すごいトーンアップをしてくれるので、日焼け止め兼化粧下地として綺麗に見せていくっていうので、どっちも使えるのですごい重宝してます。化粧下地ではあるんですけど、日焼け止めの効果もあるので、ちょっと多めにつけてます。これを顔全体にちゃんとつけます。ムラなく伸ばしていきます。こんな感じです。肌のトーンアップもして白くなった感じじゃないですか。首とか気になる人はこの辺も塗ってもいいと思います。そしてファンデーションはジョンセンムルのクッションファンデ、めちゃくちゃ簡単でいいんですけど、ちょっとねマスクにはよれやすいかなと思っていて、外にがっつり出るよっていう時はこちら、メイクアップフォーエバーのリブート R230 のリキッドファンデーションです。これがやっぱ結局ね良かった。舞台用っていうのだけあって、本当によれづらさとか肌の密着とかを考えると、メイクアップフォーエバーが私は好きだなと思いました。夏場は塗れやすいので、ファンデーションはたくさん塗りません。なのでちょっと少なめに量を取っていただいて、もう目の下、おでこ、顎、鼻筋だったりと、ちょっとこの中心から外側に伸ばしていく感じ、本当に隠したい部分を多めに乗せて、もうあとはなんか余ったファンデーションで軽く伸ばすって感じですね。結構この辺ってマスクつくじゃないですか。ファンデーションがたまらないようにこの辺は赤みが出るので、隠しつつあとは薄く伸ばすだけ。やっぱり夏場はね、いっぱいのせるとよれやすいので、あまりのせないでカバー力の高いものを選ぶといいんじゃないかなと思っております。あとこのね、口周りとかも結構黒ずみ出るので、またのせていき、最後にちょっとハンドプレスで肌にきちんと密着させる。はい、こんな感じです。ここからですが、マスクするとね肌が荒れるんですよね。鼻のこの小鼻とかもちょっとニキビができちゃってるので、この辺をカバーしていきたいと思います。こちらもよく出てきますが、メイクアップフォーエバーのカラーコントロールです。私はグリーンとピンクを入れております。まずね、ピンクの方を目の下にのせます。冬でも使ってるんですけど、何が違うって言ったら、極力薄めに伸ばすって感じかな。でもやっぱりね、肌の密着度がいいです。はい、クマ隠れました。緑の方はこういうちょっと赤みが気になるところにのせていきます。これはほんと肌をね、均等にする感じ。はい、という感じです。なんかちょっとね、ニキビができたなって時とかは、イストラゴのこのコンシーラーもよく使ってます。ちょっとニキビとかね、でお悩みの方はこれも
ちょっと見てみてもいいかもです。私の血管を隠しましょう。めちゃくちゃカバー力あるので。隠れた？ここに塗ってます。カバー力があるので、夏場はやっぱりね、ヨレがすごい気になるじゃないですか。なので極力ファンデーションは薄く、そして気になるところだけ隠していく感じが、よりにくいベースメイクになるんじゃないかなと思います。そして続いて、ここから新しく見つけたアイテムです。カバーマークさんのモイスチャーコートジェル、まあ、おしろいですね。チークとか全部終わった状態でやってもらうのがいいみたいなんですけど、私はこれ自己流でファンデーション終わった後にやります。パウダーみたいな感じでファンデーション密着してくれるんですよ。なのでこれからの季節にすっごくいいですね。ポンプ式になってます。これをピュッて押すと出てきました。この付属のスポンジがあるので、この出てきた子を取ります。ちょっと量が多いので、私は一回手にね、乗せて、この余ったやつで、よれてほしくないところ、鼻周りだったりとか、目周りをちょっとずつ伸ばしていきます。パウダーの形状じゃないんですけど、ツヤ肌感を残しながら抑えてくれる、そんな感じです。おでこ結構テカりますから、しっかりめに。ちょっとね、トーンアップもしてくれるので、白く見えるのも嬉しいかも。パウダーとか塗ってるとよれないのでいいんですけど、厚塗り感が出るじゃないですか。でもこれだと本当に素肌っぽく見えるのでめっちゃいい。こんな感じです。わかりますかね。でこれでね、足りない人とか足りない時とかはお粉を、まあ、鼻とかね、おでことか T ゾーンだけやったらいいと思うんですけど、私はね、結構ツヤっぽい肌が好きなので、もうこれで終わらせちゃいます。そして眉毛に行きましょう。最近はこちらで描いてます。 NARS のデュオアイシャドウ3063ですね。こっち側でこの眉頭あたりを描いていって、眉尻とかはこの辺で埋めていってます。でまず薄い方を使いながら、眉用のペンシルを使います。最近は優しい雰囲気のメイクが気になっていて、気持ち眉毛を垂れ気味に描いてます。なのであんまり眉山もつけず、手流れに沿った感じで輪郭を取りながらちょっとずつ埋めていく。ちょっと眉頭のこの頭の部分を太めに取ってあげて、でこの下の部分を今度は先細りな感じにするんじゃなくて、でちょっと下とかも出してあげるように私はしております。これだけだとちょっとね、やっぱりなんかぼやけちゃうんですよ。なのでここでケイトのダイニングアイブロウ 3D、 このね濃い方で、付属の細いブラシで眉毛の輪郭を取ります。結構ね、下は足してるけど抜けちゃったりするので、この辺を出します。この辺の毛流れに合わせて、ほら、なんかちょっと右はね、ぼやっとしてるけど、眉尻の方だけ輪郭取るだけで締まる。なんか輪郭をね、整える感じ。お、いい感じじゃん。この一番薄いカラーでローズシャドウの一材。すごいね、眉毛を描いたらめちゃくちゃ顔がはっきりしてきました。はい、こんな感じです。続いてがこれ、ドゥルルルンダイヤモンドライトマルチユースハイライター、ダイヤモンドファイヤーです。インスタグラムとかでも使ってるよってアップするんですけど、言い方を悪くしたらギラギラした感じのハイライトなんですよ。ハイライトが浮いてしまうっていうコメントがいくつかあったんですけど、これ結構偏光パールが効いてるので、あんまりのせすぎたり、イエローベースファンデーションを使ってると浮いて見えちゃうかもしれないので、私の今日の感じみたいに下地にピンクベースのものを使ったりとか、眉下の部分だけとかで大きい範囲で使わないようにするとかにすると浮かないんじゃないかなって思います。まあ、人中を短く見せたい人はここには塗ってください。こんな感じです。360度見た時に
ツヤが加わるので、なんか色っぽい雰囲気に見えるような気がします。次はアイシャドウに行きたいと思います。ジャキーン、ネイキッドのアーバンディセイチェリーです。このちょっとピンク系のカラーのアイシャドウを使っていきたいと思います。この2色を混ぜて、まずはアイホール全体にのせていきます。全体的にピンク目使ってるね。結構広めに塗っちゃってます。あ、マットとパールをどっちも使ってるので、こういう感じに密着してくれながらもきちんとツヤをも出してくれる、二重幅よりも広めに最近は塗ってみます。このまま下まぶたにものせていきます。ちょっと囲む感じですね、ピンクで。こんな感じで両面ピンクで上と下を囲ってみました。ここからこのちょっと濃いめの色を目のキワキワに入れます。みんな見ました？愛の不時着。すごい、やっぱり韓国のドラマってなんかとっても道徳的というか、日常の中で大切なことを教えてくれたり、日頃の自分と比較してなんか頑張ろうって思えたりする瞬間が多いなと思います。今あるこのね、日常の幸せを大切にしようってすっごい思う。結構しっかりめに入れました。今度こちら、エチュードハウスのミラーホリックリキッドアイズです。美容師さんが使ってて教えてもらったんですけど、ちょっとこれベージュ系なのでキラキラするけど肌なじみがいいので、まあ、大人でも使えるのかなと思って買いました。眉下から眉頭までキラーン。結構つきすぎちゃうので一回ね手に出すのがポイントかも。ナチュラルにつけるの、もしつけすぎたら綿棒とかで取っちゃってもいいかも。そしてアイライナーを引いていきます。メイベリンのニューヨーク、まず際をしっかり埋めて深め効果。芯がね柔らかくって、しかもペン先が細いので描きやすい。ほい、こんな感じです。そして続いてマッハライナーのダークブラウンですかね。目尻に結構垂らしちゃいます。あとね、なんか目頭とかも気になればちょっと足してあげる感じですね。はい、リキッドライナーは目尻のみ基本的に塗ります。マスカラもピンク系が今マイブームなので、まつげ美容液を塗ってから、これはね、まあお好みで省いちゃってもいいです。で、ここからスタート。パーフェクトラッシュブースターの下地とマサルマスカラの PBR。 なんかちょっとピンクっぽいカラーリングです。私は下地塗ったらすぐにマスカラ塗るようにしてます。なんか乾く前にね塗った方がたまになりづらく細く伸びる気がして、そういう塗り方してます。はい、塗りました。下まつげも一緒、下地を塗って乾く前に塗る。常に2本持ちですね、基本的に。ほら、こんな感じです。そしてリップです。ディオラディクトのリップティントを使ってます。最近はチークを入れずにリップをはっきりさせるメイクにしてます。のせて、これだけだと浮いて見えるので、まあ、ある程度のせたらティッシュで軽くオフという感じでメイクは完成です。じゃあちょっとヘアもやっていきたいと思います。はい、というわけでヘアも完成しました。ゆる巻きヘアでセンター分けにしてみたりとかして韓国風を意識してみました。毛先の方に巻きをつけていく感じ、ここのねカール、ワンカールが結構ポイントになってます。はい、というわけでいつものアイテムも使いながらちょっと使い方を、まあ、変えて最近のメイクを紹介してみたんですけど、皆さん
どうだったでしょうか。参考になったらいいなと思います。またちょっと YouTube でメイク動画だったりその他にもアップしていけたらと思うので、ぜひチャンネル登録皆さんよろしくお願いします。今日もご視聴ありがとうございました。それではまた YouTube でお会いしましょう。バイバーイ。